表紙でこんなこう雑誌がメインの撮影っていうのは初めてだったので、すごく最初は緊張してて、笑顔もちょっと硬かったりとか、動きもあんまりうまくできなかったなって思うところもあったんですけど、今回表紙を任せていただいて、雑誌の顔となるところなので、それを任せていただいたってことがすごく光栄で、すごく最後まで楽しかったです。すごく引っ込み思案でおとなしい性格の女の子なんですけど、実はこうすごく仲間思いで周りのことを見ていて、こう集中すると周りが見えなくなっちゃうぐらい、こう集中力のあるそんな可愛らしい女の子です。やっぱり一番の見どころは女子高生がこう DIY で奮闘する姿だと思うんですけど、その中にこう友情があったりとか、その中でも友情の中でもこうちょっとこじれちゃったりとか、うまくいかないその女子高生の葛藤っていうのがたくさん現れているので、そこが見どころかなっていうふうに思います。ドラマ DIY Do It Yourself、 ぜひ皆さんご覧ください。